はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということでスケピー活動始めていきたいと思います。ということでね、今日も上海からお届けしていきたいと思いますということなんですけどもね、来月、10月まだ X で決まってないんですけど、決めきれてないんですけど、10月の国慶節、7日で多分国慶節終わると思うんですけど、それ以降本当はね8日に帰ろうと思ったんですけど、国慶節中に何かアクシデントがあると、国慶節中国止まっちゃってるんで、それで8日に帰るのちょっと危険かなってさ、ちょっと思い始めましてですね、ちょっとずら、おっと1本目決める、おっとこの日6本目、この日調子よかったんですよね。お、これね、得意角度そうなんで、ちょっと今 X デーをどうしようかなっていう、 X デー、そうだから国慶節の1週間動かないから、もう来週全部パンパンパン、何をパンパンパンするかというと、今パスポートを更新してまして、上海で結構なんか時間かかってて、あ、ようやく明日かな、明日出来上がる。でそっからなんか退職手続きやら銀行手続きやら携帯手続きやらみたいな、なんかね一番超絶苦手なやつがねやんなきゃいけないんですよねでこれ面倒くさいのはなぜかというと、なんか そういう手つ、お恥ずかしい話でいくと、別に中国語も全然できないんですけど、一人で行くのは全然慣れてるんで全然いいんですけど、超絶面倒くさいですよね、なんかね、そう、普通に話せる人からするともういいんでしょうけど、そういうのが明日以降控えてるような、そんな状況で解説をしている五郎でございます。ということでね、そう、で昨日もね、僕は2012年の7月31日に上海来たんですけど、その当時ぐらいにお会いした人生の先輩がいらっしゃって、その先輩とはなんかコロナの時とか、なんかズーム飲みとかたまーにね、やってたんですけども、そしたらなんか突然先輩から連絡が来まして、飲むみたいな話になって、あれ先輩上海なんですかって言ったら、なんとえ、もうおいくつ、60超えてると思いますね、なんだけど、あと1年で定年退職だった、大手企業ね、お勤めの先輩だったんで、あと1年で定年退職だったところを早期退職制度を使いで転職して、なんとまた上海に赴任するという、なんかそんなご連絡をいただいて、いやー本当嬉しいんですけど、俺10月に帰るんです日本っていう話で、じゃあちょっと飲もうよって言われて、すごいごひきにしている大吉というね焼き鳥屋で昨日飲んでたんですけど、なんかすげえなーと思って、単純に、だって60超えてまた上海で頑張るのみたいな、そこら辺のねお話を昨日すごい聞かせていただいて、先輩すっげえ面白いんですけど、すっげえ話長いんで、夕方の5時から7時までで、今日は帰りますんでって先に宣言してたんですけど、結局終わったの9時半ぐらいで、もうヘロヘロだったんですけど、いや本当ね勉強になったっていうのと、なんすかねというか、そう、いろいろ勉強になった点はあったんですけど、大体9割8分は先輩が先輩の講話を聞いてたんですけど、
ちょっと差し込まないと僕もちょっとあれだなと思って、いや最近こんなことやってるんですよみたいな話をしたんですね、いくつか。うん、まあその中の一つに、あのバスケにどう関わって、今こんな状況でまさかの展開ですみたいな話をしてたら、やっぱね、先輩、あの知る人も、あ、もう知ってる人いないのかな、上海で、中国ビジネス市場で、中国マーケットどうやって開拓するっていう、もう中国の営業みたいなことを語ってもらいたい人ナンバーワンですね、僕的には。もうその当時の中国ビジネスの営業のやり方をね、ほんと何回も聞かせていただいて、もうその当時もう本当、本当面白いっていうか、もう気合入ってんなって感じなんですけど、そう、まあそんな先輩なんですけど、まあそんな先輩にそのバスケとの関わり方みたいなお話をしてる中で、いや、こんなんやれたら、いいかなとかって思ってるんですよって言ったですよ。言ったら、この人知ってるみたいな、すごい、バスケ業界で行くともう、おーみたいな、Bリーグ業界で行くと、いや、そんな方を、なんかちょっとご紹介いただけそうな感じになっちゃっていて、やっぱね、なんか叶えたいことは言った方がいいなっていうね、改めて思った次第でございますということで、今回ね、試合の実況を全くしておりません。そしてそろそろ終わりそうな展開でございます。さあ、来た、なあ、惜しい。この日ね、まあまあ調子いい。ここ3試合で6本、1試合2本アベでいってるんでね、なかなかのいいペースでございます。さあ、下手したらね、来週ラストゲームなんでね、ちょっと感慨深いもんがありますね。さあ、そろそろ、あっと、終了ということで、この試合1本決めております。